まずは紹介してないトミカからいきましょう。トミカショップオリジナルのトミカタウン消防無線中継車ですね。この車両レギュラー107番の色違いになってます。ベースの車両はトヨタハイエースですね。バンパーはマットの黒になってて、シャーシからは連続してません。ライトはクリアパーツ、その上トミカショップ消防のマークプリントで入ってますね。でサイドにもトミカタウン消防本部とプリントで入ってて、インテリアは黒一色です。でルーフ前方には赤色灯がついてますけど、これは塗装ですね。でルーフアンテナを起こすことができます。それぞれこうやってね別々に動かせますね。これいいですよね。で土台部分から1回転できるということで、やっぱりねかっこいいなと思います。でルーフキャリアのところですけど、これシルバーがね、なかなか綺麗でいい感じじゃないかなと思います。でリア周り、はしごのところこれ成形色、テールランプは塗装です。でリアワンパーはこれシャーシから連続してます。シャーシはこんな感じ。そしてサスペンションがついてます。トミカプレミアム行きましょう。スバルインプレッサ WRX タイプ R STI バージョンです。タカラトミーモールのオリジナルですね。フロント周りグリルはマットの黒で、ライトはクリアパーツです。ボンネットダクトも、これマットの黒になってますけど、ちょっと塗り分け微妙な感じかなと思います。でホイールなんですが黒になってますね。これかっこいいですよね。で、窓周りモールとピラーの一部が黒、インテリアも黒一色です。でリア周りスポイラーは別パーツ、柔らかい素材が使われてます。でテールランプはクリアパーツ、下の方がシルバーのプリント入ってますね。これもかっこいいなと思いました。でマフラーはシルバーで塗り分けされててシャーシはこんな感じ。そしてサスペンションがついてます。ではレギュラーからいきましょう。30番のダイハツハイゼットになります。シルバーがねこれ綺麗ですよね。グリルはマットの黒で、ライトはクリアパーツ、バンパーはシャーシから連続してます。インテリアは黒一色、シルバーのボディがねやっぱりすごく綺麗だなと思います。で後部ドアを開けることができます。このギミックは嬉しいですよね。中はこんな感じ。テールランプは塗装になってて、シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。同じくダイハツハイゼットの初回特別仕様になりますね。こっちはオレンジということで、このカクカク感がいいですよね。さっきの通常版の色違いになってます。フロントとリアのバンパーがさっきはね無塗装でしたけど、これは塗装が入ってますね。それぞれがシャーシから連続してます。でボディカラーはオレンジメタリックということで、これねすごく綺麗だなと思いますね。ギミックですけど、同じく、後部ドアを開けることができます。シャーシはこんな感じ。そしてサスペンションがついてます。スバルサンバーひまわりですね。今思いましたけど、なんでひまわりなんでしょうね。グリルは成形色で、ライトはクリアパーツ、インテリアは黒一色で、ルーフには白が入ってます。ソリッドですね。で荷台部分大きなひまわりがね、ついてるんですけど、残念ながらこれは外すことができません。外せたらねよかったんですけどね。シャーシはこんな感じ。そしてサスペンションがついてます。トミカプレミアム行きましょう。ホンダシティターボ2です。個人的にはねこれね好きな車ですね。やっぱりこの車いい出来だと思いますね。ウィンカーとフォグ、それからナンバープレート塗り分けがされてて、ライトは丸型のクリアパーツ、グリルはマットの黒で、ホンダのエンブレムの赤がねすごく綺麗だなと思います。ボンネットの凹凸よくできてると思いますし、フェンダーの形状もねいい感じだなと思いますね。ホイールキャップシルバーが綺麗ですし、ターボ2と入ってて、その後ろこれはエアインテークかな、マットっぽいんですけど、ここね細かくできてるなと思いました。インテリアは群青色といったらいいんですかね、独特な色合いだと思います。ピラーの一部に黒が入ってて、リア周りこんな感じ。テールランプ、塗装になってますけど、ここもね丁寧に塗り分けされてるなと思います。でナンバープレートは白になってて、下の方、マフラーもね塗り分けされてますね。シャーシはこんな感じ。そしてサスペンションがついてます。同じくトミカプレミアムのホンダシティターボ2発売記念仕様になりますね。こっちはソリッドの白ですね。はい、さっきの通常版の色違いになってますね。ソリッドの白ということで、さっきの方がやっぱりボディのね形形状っていうのがすごくはっきりと分かったのかなと思います。ただその代わりエンブレムとか、サイドのターボ2、それから後ろのね、ロゴ周りがしっかり確認できるような感じになってるかなと思いますね。シャーシはこんな感じ。そしてサスペンションがついてます。
ドリームトミカ行きましょう。すみっこ暮らし10周年コレクションの猫ですね。雑草もね、これ可愛いですよね。はい、こちら側は猫と雑草で、こっち側はこんな感じ、むちゃくちゃ可愛いですよね。これみんなね、あの猫バージョンになってます。あのトンカツとか、トカゲとかね、いろいろいますけど、すごく可愛らしいなと思います。シャーシはこんな感じ、そしてサスペンションがついてます。同じくすみっこ暮らし10周年コレクションのペンギンです。隣にいるのはタピオカですね。猫は黄色でしたけど、これ水色になってますね。こちら側ペンギンとタピオカ、反対側はアイスシリーズと言ったらいいんでしょうかね。デリシャスと入ってますけど、すごくね淡い感じ、綺麗だなと思いました。シャーシはこんな感じ、そしてサスペンションがついてます。同じくすみっこ暮らし10周年コレクション、とんかつですね。これはオレンジになってます。はい、とんかつ色のオレンジということでしょうかね。こちら側とんかつとエビフライの尻尾、仲良しですね。で、反対側ですけど、食べ物がねたくさんついてますね。いろんなバージョンのとんかつとエビフライの尻尾、アジフライの尻尾もいますね。すごく可愛らしいんじゃないかなと思います。シャーシはこんな感じ、そしてサスペンションがついてます。すみっこ10周年コレクション、最後は白クマですね。ピンク色ということで、これは風呂敷の色ですかね。ピンクということで、も4台の中では一番綺麗かなと思いましたね。こちら側白クマと、風呂敷、反対側は旅行でしたかね。エッフェル塔とかもついてますんでね、まあ世界のいろんなところをモチーフにしたという感じかなと思います。シャーシはこんな感じ、そしてサスペンションがついてます。はい、トミカギフト行きましょう。トミカのトミカで行こう、オートキャンプセットということで、これねトミカ3体しか付いてないんですよね。その代わり小物が付いてます。1台目ホンダスーパーカブです。ハンドル、それから前輪は動かすことできません。ホイール部分ですけど、これねクリアパーツが付いてて、スポークのところだけシルバーで塗装が入ってます。でタイヤはゴム素材、後ろの荷物はこれね外すことできないですね。で下支えがありますんで自立することができます。戻すとパタッとね、倒れちゃう仕様になってますね。で下の部分はこんな感じ、そしてサスペンションは付いてません。フロント周りバンパーは白の塗装で、シャーシからは連続してません。ライトはクリアパーツ、ボンネットのところマットの黒になってます。これが窓周りサイドまで、ここまでね繋がってますね。結構珍しいですよね。で後ろにまた出てくるような感じになってます。でボディは紺色のパール、これね綺麗だなと思いました。でルーフキャリアは成型色の白で、リア周りテールランプは塗装、下のバンパーですけど、これはシャーシから連続してます。シャーシはこんな感じ、そしてサスペンションがついてます。でこれにはルーフキャリアバッグがついてるということで、ルーフキャリアの上にこうやってね、乗せることができます。固定はできないので、斜めにすればこうやって落ちる仕様になってます。ただし横であればね、サイドが引っかかって落ちることはありません。まあ固定できないですけど、かなりね雰囲気としてはいいのかなと思いました。3代目トヨタラブ4です。ライトがねダーク系のクリアパーツになってます。これがねキリッとしててかっこいいなと思いますね。ボディはエンジ色の、メタリックでしょうかね。すごくね綺麗だなと思いました。バンパーはシャーシから連続してます。フェンダーのところがマットの黒になってて、窓周りもねピラーの一部が黒マットになってますね。インテリアは黒一色、それからリア周りですけど、後部ドアを開けることができるようになってます。プリントがね、白のプリントがついてますね。で下の方ですけど、一部シルバーで塗装が入ってて、バンパーはシャーシから連続してます。シャーシはこんな感じ、そしてサスペンションがついてます。でもう一つセットの小物としてテントがついてます。入り口のプリントがある以外は特に何もありません。中もこんな感じ、空洞になってますね。続いてトミカ、トミカメイトのコンテナトミカ緊急車両シリーズです。開けていきましょう。まずはトミカですね。で下の方によいしょ、こんな感じでコンテナが入ってます。ベースの車両はトヨタプリウスです。ボンネットですけど、これ下の出っ張りを押すことでこうやって浮いてきますんで、このまま開けることができます。いいギミックついてますよね。で、警察のマーク、これシールになってて、サイドに警視庁と入ってますけど、これもシールです。で、ホイールは白、インテリアは黒になってます。で、ルフのところ、ブーメラン型の赤色とクリアパーツで、その後ろ1031と、プリント入ってますね。トミーだと思います。で、トランクのところに警視庁と入ってます。これも、シールになってますね。
で、リア周りテールランプは塗装で、ナンバープレート一応塗り分けはされてますね。でシャーシはこんな感じ塗装されてますね。それからサスペンションがついてます。でコンテナトミカということでコンテナがついててこうやって開けることができます。警察署をイメージしてると思いますね。で手前の方からトミカを乗せて、こうやってね、乗せて飾ってもいいのかなと思います。でトミカ入れたまま、こうやって閉じることもできますんで片付けもねいいですよね。同じくトミカ、トミカメイト、コンテナトミカのこっちは工事車両シリーズです。開けていきましょう。さっきと同じく上の方にトミカで下の方に、コンテナが入ってます。トミカはオフロードダンプになってますね。グリルのところは成型色、それ以外はもうシルバーの塗装一色になってます。特に塗り分けなどもありません。逆にそこがね、すごくかっこいいなと個人的には思いますね。ホイールもシルバーに統一されてます。で、上の荷台ですけどこれをこうやって上げることができます。で、ここまで行くとこうやってねゆっくり、下ろすことができる仕様になってますね。シャーシはこんな感じ。そしてサスペンションはついてません。でコンテナですけど赤になっててさっきと同じでこんな風にね、展開することができます。まあ、工事現場か資材倉庫かそんな感じかなと思いました。で同じくここからこうやって乗せて、中にね入れることができますんでこのまま閉じることもできるようになってます。続いて TCA のオリジナルトミカ見ていきましょう。トヨタクラウンアスリート S 空色エディションです。最初の2台はねトラックではありません。フロント周りグリルは成型色でライトはシルバーのプリントになってます。でボディは、空色ということでシルバー強めの水色といった感じですかね。すごくね綺麗だと思います。でインテリアは黒一色、ピラーの一部に黒が入ってます。でリア周りテールランプは、プリントになってますね。で下の方黒が入ってますけどこれはマットになってます。でシャーシはこんな感じ。そしてサスペンションがついてます。トヨタクラウンアスリート S 若草色エディションです。このボディもねすごく綺麗ですね。さっきの空色の色違いになってます。若草色ということで、空色もそうでしたけどちょっとこうシルバー強めのギラギラ感のある、色になってるかなと思いますね。これもねすごく綺麗だなと思います。シャーシはこんな感じ。そしてサスペンションがついてます。UD トラックスクオンブリヂストントラックですね。これ以降すべてトラックになってます。フロント部分にブリヂストンモータースポーツ、それからパターンのプリントが入ってます。インテリアは特にありません。窓の一部に黒が入ってますね。で荷台部分サイドに同じくブリヂストンモータースポーツ、それからパターンが大きくついてます。反対側も同じような感じで、この部分をねこうやって開けることができるようになってます。このギミックいいですよね。シャーシはこんな感じ。そしてサスペンションはついてません。ホンダレーシングトランスポーターです。これもウィングトラックですね。ウィングトラックね、いいですよね。ベースの車両は椅子付きがです。ライトシルバーになっててグリル、窓周り黒になってます。で、下の方、荷台の下ですけど、シルバーがついてますね。で、荷台部分なんですが、ウィングトラックということで、こうやってね、開けられるんですけど、プリントがこちら側からルーフをまたいで、反対側までぐるっとね、ついてるんですよね。これね、しっかり入ってていい感じじゃないかなと思います。で、後ろにもついてますんで、この車両のプリントを充実してますよね。で、シャーシはこんな感じ。そしてサスペンションはついてません。ミシュランモータースポーツトラックですね。ベースの車両はイスズエルフですね。グリルのところはマットの黒、両サイドのライトはこれシルバーのプリントになってます。でインテリアは黒一色、ドアノブのところはマットの黒になってます。結構細かくできてますよね。ミシュランのロゴもついてますね。で荷台部分なんですけどこれビバンダムくんというらしいですね。コメントで教えていただきましたありがとうございました。黄色のところが成型色になってて、紺色のところはこれ塗装になってます。反対側もビバンダムくんとあとロゴがねついてますね。で後部ドアを開けることができるようになってます。中はこんな感じ。このギミックもねいいですよね。でシャーシはこんな感じでサスペンションがついてます。ダンロップレーシングトランスポーターですね。このね黄色がすごく印象的だなと思います。
ベースの車両はイスズギガですね。ライトはシルバーのプリント、グリルは黒になってます。でフロントダンロップとプリント入ってて、ここにね赤と黒の帯がありますけど、これがずっとサイド、荷台の部分まで入ってます。後部にはね入ってないんですけど、これねなかなかいいんじゃないかなと思いました。インテリアは特にありません。上風防パーツですけど、ここにもプリント入ってますね。パーツ自体は成形色になってます。それから荷台部分なんですが、サイドに大きくダンロップのロゴ、それからルーフにも入ってってるんですよね。反対側も同じような感じになってます。でこの部分をこうやってね開けることができるようになってます。さっきのねホンダもそうですけど、これもねすごくプリント充実してる車両だなと思いました。でシャーシはこんな感じ。そしてサスペンションはついてません。ヤマハレーシングトラックです。車両本体 UD トラックスコンドルということで、今のところこの TCN オリジナルシリーズの中では、コンドル使ってるのはこれだけになってます。フロント周りグリルのところベースは黒で、そこにシルバーが入ってます。結構細かくできてますよね。でインテリアは黒一色、窓のところも黒が入ってます。で運転席周りのボディですけど、まあ濃いめの青、明るめの紺色のメタリックですね。すごく綺麗な色になってますよね。荷台部分もこれねプラスチックなんですけど、全面その色で塗装されてます。ここも綺麗ですね。光が当たった時の感じがねいいなと思います。で両サイドにヤマルーブとプリント入ってます。白なのがねすごく映えますよね。ただ残念ながら開けたりすることはできません。でシャーシはこんな感じ。そしてサスペンションはついてません。横浜モータースポーツレーシングトラックです。これベースの車両は日野プロフィアですよね。これねグリルのところとかかっこいいですよね。フロント周りパワフルな感じでねすごくいいなと思いますね。ライトはシルバーのプリントになってます。でインテリアは黒一色です。上の方風防パーツありますけど、ここは成形色ですね。ロゴがプリントで入ってます。で荷台部分なんですが、赤い部分が成形色、黒いところは塗装になってます。でラインはプリントですね。で両サイドに横浜モータースポーツと、プリントがついてて、後ろにも同じくロゴが入ってます。まあ、残念ながらね開けたりすることはできません。でシャーシはこんな感じ。そしてサスペンションはついてません。カルソニックチームインパルレーシングトラックですね。ベースの車両は UD トラックスクオンです。フロント周りグリルはマットの黒になってます。で窓周りの黒はこれツヤありになってますね。インテリアは特にありません。上の風防パーツは成形色で、ロゴが入ってます。で荷台部分にもロゴが入ってますね。反対側も同じようにこんな感じでプリントが入ってます。まあ、残念ながらね、荷台開けることはできないですね。ちなみにこれは成形色です。でシャーシはこんな感じ。そしてサスペンションはついてません。オートバックスレーシングチームアグリトラックです。これも車両本体 UD トラックスクオンになってますね。はいはい、フロント周りはさっきとほぼ一緒になってます。グリルのところはマットの黒、窓周りはツヤありの黒です。インテリアは特にありません。で風防パーツは成形色で、特に何もプリントは入ってないですね。で荷台部分 ARTA とね、ドーンとついてますけど、これ印象的ですよね。荷台の、下地としてはこれ白の成形色になってます。でリアにはこんな感じのプリントが入ってて、反対側はこうなってますね。結構ねしっかりとしたプリント入ってるなと思います。まあ、ただ荷台は開けることできないですね。でシャーシはこんな感じ。そしてサスペンションはついてません。日産ニスモトランスポーターです。これも車両本体 UD トラックスクオンになってますんで、これもねさっきと一緒ですね。はい、運転席周りはもうさっきのね ARTA と全く一緒ですね。比べてみるとこんな感じです。本当にね全く同じものになってます。風防パーツはこれ成形色ですね。で荷台部分なんですが、日産ニスモとね、ロゴが入ってます。このパターンはねなかなか、ルーフまでかかってますんで、いい感じじゃないかなと思います。反対側はこんな感じで、リアにもね、しっかりプリント入ってますね。いいですよね。開けることはできないです。でシャーシはこんな感じ。そしてサスペンションはついてません。最後トヨタガズーレーシングトランスポーター仕様です。これはベースの車両日野プロフィアですよね。日野プロフィアは2代目ですね。
運転席周り白のソリッドになってて、ライトはシルバー、グリル周りがねやっぱり強そうだなと思いますね。でインテリアは黒一色、風防パーツは成型色になってます。特にロゴは入ってません。で荷台部分なんですが、白い部分成型色になってて、サイドにロゴがついてます。反対側もこんな感じ。リアとルーフには特に何もついてないですね。でもちろん開けることもできません。でシャーシはこんな感じ。そしてサスペンションはついてません。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、かなり台数が多かったので、もう簡単な紹介にさせていただきました。TCN オリジナルシリーズについては、最近ギミックもなくなって、白い部分がね、かなり車両としては多くなってるような気がするので、ちょっと残念かなと思いますね。で、新作に関しては、オートキャンプセットでしたかね。テントと、バッグが小物としてついてますんで、ジオラマ風に遊べるのがすごくいいなと思いました。以上、8月に届いた紹介したトミカ、一気に紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。